サニーパンで知られる北九州市のパン屋さん、白屋の小倉店が改装工事で臨時休業することになり、今日が休業前最後の営業となりました。お昼時のお店の前には長い行列ができています。1976年から小倉の駅前に店を構える北九州市のパン屋さん、白屋の小倉店は、明日から初めての大規模改装が行われ、3週間から4週間ほど臨時休業になる見込みです。休業前最後の営業日となった今日は、人気のサニーパンやオムレットを目当てに店の前には長い行列ができていました。八幡西区の黒崎本店や博多駅の店舗など、小倉店以外では通常営業が続くほか、あさってからは JR 小倉駅に臨時の販売所ができるということです。